ソチ五輪フィギュアスケート男子フリーで、町田樹は、巻き返したものの、5位とメダル獲得は、ならなかった。前日のショートプログラムではジャンプで、ミスを重ね 83.48 点で、11位。この日のフリーでも冒頭の、4回転で転倒、直後の4回転、2回転を、成功させるなど持ち直したが、フリー4位でトータルも 253.42 点の、5位だった。3位に 1.68 点差。あと一歩、メダルには届かず、完成度の高い演技は、できなかったが、最後まで懸命に戦った、と、燃え尽きたかのような穏やかな口調で、振り返った。現地入り後の練習で、ジャンプのミスは、ほとんどなかったが、本番で崩れた。オリンピックはこうも大きな舞台なのかと、実感した。失敗もあったし、貴重な経験になった、と、いう。前日のショートプログラム後のインタビューでは、明日は逆バレンタイン頑張ります、と、自らを奮い立たせるように、巻き返しを誓った。この日の演技後は、僕は昔から弱い人間だけど、大切な人たちの存在があって、この舞台に導いてくれた、と、周囲への感謝を口にした。大会前から、僕の人生で、選手として出る五輪は最初で、最後、一度きりのチャンス。と固い決意で、臨んだソチ五輪。町田は、ここから次の舞台に、踏み出したい、とこの経験を、人生の糧にする。ソチ五輪フィギュアスケート男子フリーで、町田樹は、巻き返したものの、5位とメダル獲得は、ならなかった。前日のショートプログラムではジャンプで、ミスを重ね 83.48 点で、11位。この日のフリーでも冒頭の、4回転で転倒。直後の4回転、2回転を成功させるなど持ち直したが、